大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法は日本の法律である略称は大店立地法目的は大規模小売店舗の立地に監視その周辺の地域の生活環境の保持のため大規模小売店舗を設置するものによりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保ることにより小売業の健全な発達を図りもって 国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することにある一条。日本においては昭和40年代頃から各地でスーパーマーケットをはじめとした大型商業店舗の出店が急増し、それに対抗するようにして地元商店街による大型商業施設の進出反対運も盛り上がりを見せるようになった。 こうした問題を踏まえ、1973年、昭和48年10月1日には、旧百貨店法の対象を拡大する形で、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律、大規模小売店舗法、略称、大棚法が制定され、1974年3月1日より、施行された。実際に調整にあたるのは、商工会議所、 商工会に置かれる商業活動調整委員会で、商業者、消費者、中立委員の3グループで構成され、中立委員が中心となって調整を進めていた。1975年、昭和50年頃からは、大型転身室が集中するような地域では、商業調整が厳しく行われ、極端な場合は出店調整にあたる商工会議所が、 出店の凍結を宣言する場合も出てきた。1990年代半ばに、アメリカ合衆国連邦政府から、トイザラスの日本進出により、既存の小売店への影響が及ぶという理由が不当と、非関税障壁が批判され、日本の大棚法に、世界貿易機関協定違反の疑いがあることも、否定できない状況となった。この結果、2000年、 平成12年6月1日には、町づくり散歩の一部として、店舗面積などの量的側面からの商業調整を撤廃した本法が新たに立法化され、これに伴って大棚法は廃止された。本法は、大規模商業施設の店舗規模の制限などを主目的とした大棚法とは異なり、大型店と地域社会との融和の促進を図ることを主眼としている。 このため審査の内容も、車両交通量などをはじめとした周辺環境の変動を想定したものとなり、出店規模に関してはほぼ審査を受けない。これにより近年では各地で大型資本の出店構成が活発化しており、特に地方都市や郡部では、ロードサイド店舗の進出により、既存の商店街がシャッター通り化するケースも増加しているもされる。 これらの商店街のシャッター外科は地元経済の縮小をもたらすだけでなく徒歩生活圏における消費生活が困難になるという買い物難民問題を生む。特にこれまで街の中心部の商店街で買い物をしていた高齢者は商店街の衰退によって日常生活を営むことが著しく困難になることが指摘されている。また自動車以外の手段ではアクセスしにくい郊外の 大規模店舗を中心とする消費生活は、徒歩と公共交通機関での移動を基本とする旧来型の生活スタイルに比べて、環境負荷が高いことも留意すべきとされる。第2条により規定される店舗面積は、小売業、飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む、以下同じを行うための店舗のように強される、床面積でありこの店舗面積が一定の、 基準面積精例では1000平方メートルと規定を超える小売店舗が大規模小売店舗とされ、新設、変更などの場合に届け出が必要となる。なお、面積は小売店の店舗のように共する面積だけであるので、共用通路、トイレや階段を含まない。飲食店、旅行代理店、映画館、ゲームセンター、委員なども含まれない。また、 店舗面積はあくまで建物内だけで、屋外を店舗のように供する場合の面積は含まれない。大規模小売店舗を新設しようとする者は、その8ヶ月前までに、都道府県に対し、建物の名称、新設する日、店舗面積、駐車場、駐輪場の位置、台数、開店時刻、閉店時刻その他を届け出る。この時、交通安全。 渋滞対策については事前に警察等と協議が行われる。また立地により騒音対策も重視される。また届出者は届出後2ヶ月以内に地元説明会を開催する。届出を受けた都道府県は8ヶ月以内に意見の有無を通知する。意見がなければ8ヶ月を待たずに開店できるが意見が述べられた場合届出者は 届出内容を変更するか、または変更しない旨の通知を行う。この場合、変更届または通知が行われた日から2ヶ月間は店舗の新設はできない。なお、この法律では8ヶ月前までの届出が必要であるため、新設する日を届出日から8ヶ月プラス1日の日付を指定して届出される場合が多く、実際の開店日とは異なる場合が多い。 大規模小売店舗の一部を変更する場合で、店舗面積の増加、開店時刻の繰り上げ、閉店時刻の繰り下げ、駐車場台数の減少等については、変更届出が必要となるが、店舗面積の減少、開店時刻の繰り下げ、閉店時刻の繰り上げ、駐車場台数の増加等については、届出の必要はない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。